優しい肌触り、木の質感、そして木目が美しいですよね。国の伝統的工芸品にも指定されている庄川引物生地。今回は砺波市の工房を訪ねて伝統のものづくりの技をお伝えします。ネッツアナザーストーリー、ものづくりのその先へ。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りします。国指定の伝統的工芸品庄川引物生地を製作する砺波市の公営産業、伝統工芸士の島田明さんら2人の生地師が菓子鉢やお盆、お椀、サラダボウルなど様々な製品を手掛けています。まずは庄川引物生地の特徴を教えていただけますでしょうか。庄川引物生地は横木で仕上げていますので木目が非常に美しく出ると。横木というのは流木を倒して板にしたものからまた新たにまた丸を描いて仕上げていくと、生地加工するという感じです。板の木目、そういったものが作品、まあ、生地の節々に出ると、こういうことですね。はい、飛騨地方から借り出される木材の一大集積地だった庄川地域。引物生地の生産が始まったのは江戸時代末期のことでした。全国有数の引物の産地として栄え、漆器の生産地である石川県や秋田県など全国へ製品を納めています。これはお椀。はい、まずものすごく軽いですね。はい、軽いんですけれども、はい、手の中にスッと馴染む。ありがとうございます。そしておっしゃっていた木目、お椀の一部のところに綺麗に丸が出ている、あと私ちょっと気になったんですけど、この小皿、はい、なんという綺麗な木目なんですか。これ角度によって深さが変わるような木目ですね。そうですね、波が打つような感じでね。縮み木といいまして、あの木目に対して直角に出るんですわね。こういう部位が出てきたら、この縮み木を生かすためにもね、この漆で塗ってしまうんじゃなくて、透明なウレタン加工、艶消しですけれどもして、あの店頭販売させてもらっております。自然の木が生み出した文様なわけですよね。はい、はい、私とこは主屋さんの下地を主にやってきまして、80%、90% が土地材であると。軽くて丈夫で肌触りもいいと。熱伝導がないのでシルワン持っても熱くないです。もしダメになってもね、自然に朽ちていくと、こういうわけですね。木の表情を生かした庄川引物生地、そのものづくりの現場へ。これがね、土地の材木です。大きいですね。丸太やったものを板にしてもらって、外にさん積みしましてね、最低でも半年ほど置くんですね。このあと今度生地も2000なんですから、はい、大きいものから順次、この木でしたらね、うん、まあ、裏こんなになってますけど、まあ、のたというんですけど、こういうところを生かしながら丸を描いていくわけですね。もしかして、はい、こっち側が手で持つ方で、うん、こっち側がおつゆが入る方。そうです、そうです。ああ、ここ生かすんだ。そうです、そうです。ああ、わかった。いやいや、そういうのも自然のありさまを、ええ、そうそのまま活用するんですね。そうです、そうです。はあ。節や割れ、虫食いになったところを避け、材料を無駄なく使うように大小の円を描いていき、不要なところを丸のこきで切り落とします。まあ、こういうふうに丸めます。器の形に近づいてきましたね。そうですね、ちょっとですね。はい、そうです。こうして木取りしたものは大まかな器の形にかたどる粗挽きを経て乾燥させ、水分含有率を 8% にまで落とします。乾燥が十分でないと仕上がった時に歪みなどが生じるため、1週間かけて火力乾燥した後、
常温で最低でも1週間寝かせます。しかしろくろに当てて成形していくまでの間に、まだまだこう下準備が必要なんですね。その通りです。自分たちはろくろにつながってなんぼですけども、こういうふうにやっぱり粗挽きもしなきゃいけないし、段取り8分仕上げ1分くらいがかもしれない。そして長い工程がありましたけど、ここでようやく仕上げるわけですね。仕上げも2工程ありまして、最初まあ、こういった爪をこれに持たせて外を仕上げるわけです。外側裏側言いますかね、まず固定するということですね。そうですね、これで外仕上げまして、今度は中を仕上げると。引くときは木の硬さに応じてカンナの当て方や力加減を調整します。同じ材質でも一つ一つ木目が違うため、臨機応変に対応する熟練の技が必要です。しかし、仕上げの技術を磨くだけでは一人前にはなれません。我々刃物を使う仕事ですから、刃物を切らかせてなんぼ、その刃物を作るのも自分ということでございます。切れ味が悪くなったカンナは職人自ら研ぎます。またすり減った刃は鍛錬をして新しい刃を作ります。あえてね、ここでパーンと折るがです。こう細い細い。しかしこの軸がだんだん素材になってって、そうで軸これみんな剥がれ、これ全部剥がれということなんですね。全部剥がれ、新たに曲げて、そうで自分なりの刃をつけていくんです。そうここ炭入れて、はい、火起こして、この皆さんあの自動でやってますけど、はい、うちまだ不意語を使ったんです。ここで火を起こして、まずどうするんですか。このカンナを焼きます、はい、火にくべるわけですね、はい、オレンジ不意語で風を送って、そう、火力上げて700度800度にして赤くなりました、はい、で叩くんです。そうなんですね、あえてね、あの叩いてどうするかというと、ここの部分をこうやって広げていくんです、はい、わっと叩いて。いやでも職人自らが道具まで作って仕上げていくわけなんですね。そうなんですよね。大量生産の時代にありながら、一個一個が手作りで時間をかけて仕上げられるのが庄川の引物生地です。いや、こんなにもその下準備というか丁寧な作業の積み重ねがあって、あの美しい引物生地ができるんだなと、恐れ入ります、いうことを初めて知りましたけれども、やはり生姜引物は日常の道具であるということでね、大なり小なり皆さんも使う機会があるので、そういうところで木の良さを知っていただいたならば、まだまだね、需要はたくさんあるなと確信しております。庄川の地、砺波の地というのを地元はもちろんですけれども、全国世界の人に知ってもらうアイテムに僕なるんじゃないかなと思うんですよね。そうですか、期待します、ね、あとはね、あの後継者は一人でも二人でもつながってくれたらいいなと思っております。この後はネッツトヨタ富山のスキルアップコンテストを紹介。仲間と一緒に挑戦して、失敗して、ミラクルな未来を作る。今月7日、ネッツトヨタ富山本店ではスキルアップコンテストが行われました。11回目となる今年は、3年ぶりに全社員が本社に集合し、営業スタッフ、サービススタッフらが6つの部門で接客や点検の技術などの腕を競い合いました。どうしても店舗も違いますし、まあ、地域性によってお客様も違う中でですね、やっぱり立ち止まって振り返って、まあ、自分の忙しい中でも日々スタッフとしてのスキル、知識、そういったものをですね、高めるために、まあ、1年に一度ここで、まあ、一堂に会して披露する場を設けようということで始まっておりますね。サービススタッフの対応を競う部門では、安全点検の説明の内容などが審査されました。エンジンルームの中の点検では、エンジンオイルの汚れの確認でしたりとか、
と、こちら冷却水といいまして、お車のエンジン冷やせる水になるんですけども、それの量しっかり入っているかでしたりとか、あとバッテリーの強さの点検などをさせていただきました、はい。またサービス技術コンクールでは各店舗から2人が参加し、電源が入らないなど3つのトラブルを解決します。安全さや正確さ、2人のコンビネーションなどが審査されました。事前に出題範囲を公開いたしまして、まあ、それに向けて今日まで店舗の個人もしくはチームを組みましてですね、まあ、事前に予習対策を塗ってきておるという感じでございますね。どんな状況にも柔軟に対応するため日々スキルを磨きます。お車も超納金、半導体の影響もあってですね、すぐにはお届けできない状態、まあ、そういった中でもですね、より一層やっぱりお客様に良いものをご提案する、そういったスキル今まで以上に磨いていく必要があるというふうに思っております。仲間と一緒に挑戦して失敗してミラクルな未来を作る。私たちは車を通してあなたの幸せを応援するネッツトヨタ富山。砺波市で1953年の創業以来、生姜は引物生地を製作している光栄産業。伝統工芸士の島田さんら2人の生地師が日々木と向き合っています。今後ですね、どんな風にしていかれたいなと思ってますか。皆さんにやっぱりね、対面販売じゃないけども直接触れ合う機会がもっと設けれたらいいかなと。生活様式も変わりましたけども、私はね、土地の木目はどっちかというと洋食食べられる時にいいんじゃないかなと思っております。パン皿とかパスタ皿とか、そういうふうにいろんな用途がまだまだあるんじゃないかなと。なかなか後継者を育てるのも大変なことですけれども、触れて体験していただいて、一つ一つがこれ一つしかないんやという思いで、作ってもらい、また使ってもらえたらいいなと、そういうふうに思いますね。ものづくりのその先へ、そこには情熱、そして夢があふれています。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りしました。